ちは。新入生歓迎茶会にようこそお越しくださいました。どうぞ中の方にお進みください。新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。どうぞ美味しいお茶を楽しんでいってください。までの間、茶道部茶神会の活動についてご紹介いたします。茶道部茶神会では月に一度ほどのペースで学内でお茶会を開かせていただいております。主な年間行事といたしましては、4月の入学式の日には入学茶会、6月には水月茶会、7月には納涼茶会、夏休みには強化合宿がございます。秋頃には学外で秋季大茶会という大きなお茶会を開かせていただきます。11月には生駒祭、年明けには初釜、そして卒業式の日には卒業茶会、どなたでもお越しいただけます。またお茶碗を手作りしたり、春休みには親睦を深めるための旅行もあります。普段のお稽古は11月ホールの4階和室にて、毎週月曜日と木曜日午後5時から8時まで行っています。月曜日には茶道の先生に指導していただいております。お気軽にご見学ください。茶道とはおもてなしの心や礼儀作法を身につけられるのはもちろん、文化的知識教養が身につき、人生をより豊かにしてくれます。我々茶道部茶神会は、一杯のお茶を通して人と人とのつながり、一期一会を大切に活動しています。お茶をどうぞ。大変おめでとうございました。お茶はいかがだったでしょうか。少しでも茶道に興味を持っていただければ幸いです。本日はどうもありがとうございました。